甲府駅前店スカイラークの撤退後に進出した店舗株式会社エムグラントフードサービスはかつて存在したレストランの運営並びにコンサルティング事業を行っていた企業である井戸美が2005年11月に株式会社マイ度在籍時に経営破綻したチコマートよりステーキハンバーグ岩滝とシャブシャブ 焼肉バイキングとプランの経営権を収め、経営不振に陥ったレストランの再生を目的として飲食事業並びにコンサルティング事業を開始したのが始まり。翌2006年に同社の主力業態であるステーキハンバーグサラダバー、県の事業展開に伴い、株式会社マイドから同事業を分離し、エムグラントフードサービスが設立される。 主に郊外のファミリーレストランなどが撤退した後の犬き物件を中心に出店を続けていたことで知られる新郊外食産業企業であり、また同社前社長の井戸はロードサイドのハイエナの異名を持っていた。2012年のピーク時には200店舗を超える規模にまで成長し、2012年3月期は約225億9600万円の売上を計上した。以降は、 大手が同種の業態を拡大したことによる競争激化、有力フランチャイジーだったハークスレイの離脱といった要素が重なり店舗網は減少傾向にあった。さらに2017年に社員独立制度で独立した元社員が経営するフランチャイジーの破産が相次ぎ店舗数は激減した。2018年3月期の売上は最盛期の 約10分の1の約24億3000万円に減少した。通常外食チェーン店は看板やインテリアを統一するのが一般的であるが、当店舗ではコストダウンのため、旧店舗の内外層及び備品などをそのまま使用していたので、店舗ごとにインテリアや看板の大きさが異なっていた。店舗運営費のコストダウンや社会保険が適用される労働者の範囲が将来、 拡大されることを見越し当該拡大対象から除外されることを狙い、店長への業務委託契約によるオーナー店長化を推進していた。井戸は他社の業務委託契約の店長が過労死した事件について自己管理の悪さが原因だとして店長を批判している。また、週40時間以上の水準で残業扱いとなることを否定的に挙げ、 労働基準法などの労働規制について、業務や労働が多様化している現状に合致していないと批判している。事業環境の悪化に伴い2019年7月には、県事業とフランス邸の運営を G テイストへ譲渡。その後は岩滝の運営とフランチャイズ圧線業を主力事業としていたが、2020年1月10日に、商号を株式会社 M グラントフードサービスから、株式会社、 MFS へ変更。2020年2月28日をもって事業停止。2020年3月16日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。2011年10月23から24日にかけて神奈川県相模原市のステーキ店、県で食事をした客3人から長官出血性大腸菌を検出。11月8日、 司保検証は、同日から3日間の営業停止とした、岩滝に関するカテゴリー、ありがとうございます。